神戸事件。神戸事件は、慶応4年1月11日、1868年2月4日に、神戸、現、神戸市三宮神社前において、備前藩、現、岡山県兵が隊列を横切った、フランス人水兵らを負傷させ、銃撃戦に発展し、居留地、現、旧居留地予定地を見分中の欧米諸国講師らに、水兵射撃を加えた事件である。 備前事件とも呼ばれる、明治政府発の外交問題となった。この事件により、一時、外国軍が神戸中心部を占拠するに至るなどの動きにまで発展したが、その際に問題を起こした隊の責任者であった、滝前三郎が切腹することで、一応の解決を見た。愛前後して、堺事件が発生し、共に外国人に切腹を深く印象づけることとなった。 慶応4年に1月3日、1868年1月27日、母親戦争が開戦、間もなく、徳川方の天川崎藩、現、兵庫県を建制するため、明治新政府は、備前藩に、摂津西宮、現、西宮市の警備を命じた。備前藩では1月5日、1月29日までに2000人の兵を出立させ、このうち、過労。 ヘきタてワキ引き入る4 8人、八百人説も、あるは、大砲を伴って、陸路を進んだ。この際、慶応三年十二月七日、千八百六十八年一月一日の兵庫開港、現、神戸港に伴い、大名行列と外国人の衝突を避けるために、徳川幕府によって作られた、迂回路、徳川道を通らず、 西国街道を進んだことが事件の引き金の一つとなってしまう。1月11日、2月4日13時過ぎ、備前半兵の隊列が神戸三宮神社近くに差し掛かった時、付近の建物から出てきたフランス人、水兵二人が行列を横切ろうとした。これは日本側から見ると、武家諸法度に定められた、ともあり、ともありと呼ばれる非常に無礼な行為で、 これを見た第三砲兵隊長、滝善三郎正信が槍を持って、静止に入った。しかし、言葉が通じず、強引に隊列を横切ろうとする水兵に対し、滝が槍で突きかかり、警鐘を負わせてしまった。これに対して、一旦民家に退いた水兵数人が拳銃を取り出し、それを見た滝が、鉄砲、鉄砲と叫んだのを、発砲命令と受け取った反兵が発砲。 銃撃戦に発展した。この西国海道沿いにおける小競り合いが、隣接する距離打ち予定地を実況見分していた、欧米諸国講師たちに銃口を向け、数度一斉射撃を加えることに発展する。弾はほとんど当たらず、頭上を飛び越して、距離打ちの反対側にある、旧幕府の兵庫運上所、神戸税関の屋上に翻る,る列国の国旗を穴、だらけにした。銃口を上に向けた、 威嚇射撃であったのか、殺意はあったが、訓練不足により命中しなかったのかに関して、欧米人の証言も一致していない。なお、微前半兵の皇族軍は、前方での騒動に気づき、西国街道の迂回路である、徳川道を通過し、事件と関わっていない。自らも現場に居合わせたイギリス講師、ハリー・パークスは激怒し、折しも、兵庫開港を祝って集結していた。 各国艦船に緊急事態を通達、アメリカ海兵隊、イギリスの警備隊、フランスの水兵が、備前藩兵を距離打ち内いに追撃し、幾田川の河原で撃ち合いとなった。備前側では、カロー・ヒオキが半兵隊に射撃中止、撤退を命令、お互いに死者もなく、負傷者もほとんどなかった。神戸に領事館を持つ列強諸国は、同日中に、距離内、 外国人居留地防衛の名目をもって、神戸中心部を軍事占拠し、兵庫港に停泊する日本船舶を打破した。この時点では、朝廷は諸外国に対して徳川幕府から、明治政府への政権以上を宣言しておらず、伊藤俊介、後の伊藤博文が折衝に当たるも決裂するに至る。一月十五日、二月八日、急遽、開国和信を朝廷より宣言した上で、 明治新政府への政権以上を表明、東、久世道富を代表として交渉を開始した。諸外国側の要求は、日本在留外国人の身柄の安全保障と、当該事件の日本側責任者の厳重処罰、すなわち滝の処刑というものであった。この事件における、外国人側被害に対して処罰が重すぎるのではないかとの声もあり、また、日本側としては、 先の行為は、少なくとも、ともありへの対処は、武士として、当然のものでもあったが、列強の強い要求の前に抗うことができず、伊藤や五代、西介、後の五代とも厚を通じた、伊達宗なりの期限ギリギリまでの除名嘆願も、フランスのレオン・ロッシュをはじめとする、公私投票の前に否決され、結局、2月2日、2月24日、微前半は諸外国側の要求を受け入れ、 2月9日、3月2日、英福寺において、列強外交官列席の下で滝を切腹させるのと、同時に、備前藩部隊を率いた日置について、謹慎をすということで、一応の決着を見たのである。神戸事件は、大政奉還を経て明治新政府政権となって、初めての外交事件である。結果として、諸国列強に押し切られる形で、 多善三郎という一人の命を代償として問題を解決する形にはなったが、これ以降、明治政府が対外政策にあたる正当な政府であるということを諸外国に示した。また、朝廷がこの時まで唱えていた上位、外国を打ち払う政策を、開国和親へと一気に方針転させた事件でもあった。ただし、この開国和親表明は外交団に対するものであり、 新政府内にも未だ上位を支持する者もいることから国内に対してはその事実を明確にはしなかった。国内に対する正式な表明は翌年5月28日1869年7月7日に行われた新政府の上局会議における決定によるものである。この問題の行方によっては撮影戦争同様の事態に進展する可能性もあり、 さらに神戸が香港の旧流や上海のように理不尽な植民地支配下に置かれる事態も起こり得たことから多善三郎の犠牲によって危機回避がなされたことは日本史の流れにおいても重大な出来事であった。この神戸事件の影響を受けて1868年慶応4年1月14日に土佐藩市の元山重藤が土佐藩へ運ぶ途中の 錦式のお旗をフランス兵に奪われるという前代未聞の近畿紛失事件が起きている。後返還される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。